あいこ、あいこ、さて、あ、今、ちょっとゲップしたか、そのさ、あいこって。で、結局はですね、次は10話の説明、さっきもちょっとしたけど、それは人間関係だって、10話ね。それはそうでしょ、クロスで。で、結局、5と5のクロス。つまり、肉体同士の出会いってことね、2人。2つの肉体同士の2人。で、4はそんなかな。実は、だから9じゃない。9同士と出会いじゃないわけだ。つまり、4と5、1人でしょ。で、4と5、1人でしょ。で、2人か。の出会いがクロス。出会った。それで、まあ、染色体にも関係あることなんでしょうけど、そこは今は知らない。うん、このうち分かっていくんですよ。そういうふうな魔術が科学と。連携していき、まあ、しかもこれ仏教の話を続けて言ってるでしょ。で、結局、じゃあその4と5、9、4と5って9同士の出会いが一番あるの、これは語呂合わせで嫌になるでしょ。うん、そうちゃう。じゃあ、家じゃない場合っていうのは、4を共有してるんでしょ。例えば。完全に4じゃなくてね。だからこの2人の4と4は、完全に、要するに、例えば、ね、これやったら、4と4が8じゃなくて7になってるでしょ。もうちょっと一緒になったらこれで6になってるじゃん。こうやって2人は一つの、あの精神、あ、一つの力、精神をね、共有すると。これが重なってる限り一緒にいるわけ。ね。じゃあ18から17、16の説明だったかな。でしょ。例えばね。で、結局その、キリスト教ではその、精神の4っていうのは出てこない。10では出てこないよってことね。じゃあ11は何か。うん。それは結局、人との関係において1を見つけなさいってことか。でしょ？始まりの1。というのは他人との関係においてやっと始まりの1と言える。それが11の。で、12は何かって言ったら、2歩目というか、2番戦時。ね。それからリアクション。ね。11が2人の部分の間のアクション。12がリアクション。その12は、占いの原理とされたわけ。ね。で、そこの占いの原理には、いろんな人間以外の動物の名前が刻まれる。もともとは、あれは、道具。いや、職人。12種類の職人。あるいは12種類の道具。で、説明されてたけど、他の生物も、もともとうちのマトローシカによって劣化していった、退化していった人たちだから、それに対する配慮を書いてはいけないってことで、あえて、恐ろしい結構をたくさん招いたけど、トーテム戦争をいっぱい招いたけど、動物の名前に変えたのは、動物になってしまった人たちも、もともとは、うちを犯した生死たちだったから、人間のね、もちろん。それが、座標の問題でうちの中でどん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 劣化していく。うちの中心に入れば入るほど劣化していく、退化していく。下等動物になっていくわけ。ね、諦めたら植物になる選択を志願できるだけ。植物の選択をしたらだんだん動けなくなっていく。ただそれだけの話。だから植物の元々は甘を犯した遺伝子たち。だからあらゆる君は遺伝子学上を全く同じ種族の別の変形、変形違う。別の変形が、でしょ？だって、あ、別の表現じゃない。その別の表現という言葉は理系で使わないといいけど、別の表現というか文系で使わないと間違えた表現になるってね。理系における使い方やったら別に間違えた表現にならないんだね。いろいろなんですよね。さて、じゃあ、12まで説明したけど、13。ってことで、結局バランス取るわけでしょ。まあ、子供が生まれたと。ね。二人の間に、クロスの間に、アクション、リアクション、11、12。それで13は、さあ、それで結局、二人の間に子供が生まれた。それは、男女関係じゃなくても、合意っていう子供だよね。合意。契約。それが13。で、14は、その合意が出発するときが14。いよ、ね。いよ、船ですよ、ね。契約を
そろそろ始めようぜ、離婚しようぜってな。で、15が、その、契約を履行した結果、どんな結果が生まれたかってのが15、以後。16は、結局、その結果の、まあ、評価とか分析。でしょ？で、色。ね。結果の評価分析。色。ね。色は違うだろう。評価は、本当にかぐわしい。てか、まあ、臭い時もあるけど。でも、それは、どうせ消えるものじゃないですか。ね。評価のこと。色は違うだろう。ね。で、17っていうのは、そんだけ評価を得たんやから、じゃあその評価を結局、理論化しようかなと。でしょ？分析の後は、理論化していって。で、まあ、いなって言ってくるんですよ。まあ、アンチテーゼを探すっていう意味でもあるね。そうしないと、反証を求める。反証を考えないと。理論を作れば、違うケースと、分別しないと、理論にはならない。でしょ？こういったもののここをさーっと通るんですよ。その理由の説が何です。これが今、17。で、18は、実際にしてみたらどうなんだろうかなってことね。その、しばらくその世界を見てみよう。それは、いやだ。意外でしょ。いやーみたいな。でも実際は10と8、1と8言うたんだけど、しばらくその世界をエンドレスにしてみようぜ。ね、二人の関係をしばらく、要するに結婚って18じゃないですか。本当は。あ、挙式のことかな。どういったら、結婚生活のことかな、まあ。結婚生活は実は18や。で、19はセックスは行くな。ね、行くでしょ。で、それは、まあ、19は、9と9、二人の人間の間に、19、18でしょ。1が9と9をつなぐもH でしょ。で20っていうのが結局生まれたしかも身をもったっていう形を表すのが、ね、なんでかって言ったら、まあ、9と9の間に21がペケだ、ペケって言うのが20、受胎が20、まあ、受精だな。で21っていうのが発生細胞分裂が始まりましたよとか、まあ、あるいはそれが男性、男子、男の子でしたが21、女の子でしたやつが20、それは分かるでしょ。で、まあ、だけど21はむしろいよいよ細胞分裂が始まったぞってのが21、意外でしょ、ね、じゃあ7っていう7言論、スバルの7言論っていうのは21と関係がある。そしてスバルの女神は男性軸がやたら強い7人の拝みクラスに強い自我の女神たちである、ね、それはうちっていう女主人公を守っている7人のおばさんたちっていうか自我のおじさんたち、7人のおじさんたちがうちって女に女を守ってくれてるから女神っていう形を取らざるを得ないっていう説明ができる。21です。まあそんな感じの、あ、違う、なんだ、そんな感じのものがスバルってそういう意味で、みたいな。ね。だから、男性的だし、スバルが。プレアデスに比べてスバルが。で、男性的。そして、プレアデスを守っているスバルがね。つまり、うちを守っているのがスバル。ね、で、まあ、23以降、あったかな。発売。まあ、その時だと言うけど、ただ、重要なことは、その、発祥道において、皆さんが、何を、8つの要素とするか、その要素における評価をどう考えるか。でしょ？じゃあ、8つの要素っていうのは自分で決めなきゃいけない。この8つについて自分がこういう気にし方をするって決めていけない。で、シンタルドの設定した8種類じゃなくていいねん、別に。ね、まあ、ただそれがシンタルドから見てバランス悪いと、シンタルドっぽくはなくなるだけ。じゃあ、うちにとっての8つの要素と食い違うと、うちからかけ離れるわけ。で、うちの設定してる8つの要素と、まあ、同じか似たような人は、うちと同一性を持つ。で、何か、まあ、家族、生まれながらの、要するに、兄弟とか、親子とか、
まあ、まあ、基本結婚できない。結婚できる相手、むしろうちと違う要素を8つに設定してただけでしょ。で、あまりにも違いすぎると、ひどく違うと、人間ではなくなっていくと。ね、思考回路に基づいて、遺伝子は構成され、その遺伝子が作る肉体細胞というのは、その遺伝子の特徴に従わざるを得ない。あなた方の8つの大事なことが、うちからあまりの通りと人間じゃなくなっていくあなた方がね。っていうことをきっちり説明できたかな。